プロ野球ナンバーワン決定戦。バトルスタジアムは、読売テレビプロ野球選手会主催で、毎年12月上旬に、大阪城ホールにて開かれる有料イベント。イベントの模様は、翌年1月に、読売テレビ制作の特別番組として、日本テレビ系列で放送されている。通称は、バトスタで、1985年に、プロ野球12球団インドア競技大会という、 名称で第1回を放送。1989年から2014年まではプロ野球オールスタースポーツフェスティバルという名称を使用していた。日本野球機構のセントラルリーグとパシフィックリーグ全12球団を代表する選手が大阪城ホールで様々な競技に挑戦した公開収録イベントの模様をダイジェストで放送。 例年は一般向けに観覧チケットを発売した上で NPB オフシーズン初頭の12月上旬に収録している。当初はプロ野球12球団インドア競技大会と称して NPB の球団と日本プロ野球選手会に所属する日本人のプロ野球選手の運動会を中心に開催。当時テレビ東京系列でダイジェスト番組を放送していた。 プロ野球オールスター大運動会の会場が東京ドームに移ったことを機にプロ野球オールスタースポーツフェスティバルと解消した。解消を機に各球団から3名ずつ参加した選手がオリジナリティの高い競技に挑戦するほかプレー以外の一面をテーマトークなどで披露するスポーツバラエティ番組へリニューアル。競技では優勝チームの他に 関東賞と最優秀選手賞を1名ずつ選んでいるほか受賞者や優勝チームの選手に冠スポンサーから商品を贈呈している。2007年度の2008年放送部により地上デジタル放送で番組連動データ放送を実施している。2014年度に30周年を迎えたのを機に大会名を現在のプロ野球ナンバーワン決定戦。バトルスタジアムへ解消。 競技や企画も一新している。2020年度には2020年12月3日に大阪城ホールでの公開収録を予定していたが9月23日に有料工業としての開催を中止することが発表された。2020年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大の影響で大量の集客を伴う屋内イベントの開催自体が困難な状況にあるほか。 NPB レギュラーシーズンの開幕延期に伴う日程の再編成によって日本シリーズが11月末まで組まれたことによる当初は競技を伴わない代替番組の制作も計画されていたが競技の単純化参加選手の絞り込み無観客での開催などを条件に12月17日に京セラドーム大阪で収録を実施 2021年1月10日に放送された。民放ではかつて年末年始にプロ野球12球団の選手が出演する特別番組が放送されていたが、2006年以降、レギュラーで放送されているのは本番組のみとなっている。基本的には、毎年1月第1日曜日の午後に2時間程度、日本テレビ系列全国24局ネットにて放送される。なお、 放送当日は、読売テレビなどでは通常レギュラー番組である。そこまで行って、委員会、NP の放送時間が異動となる。開始当初は放送曜日を固定せず、毎年1月2日の14時台から15時55分まで放送していた。箱根駅伝往路中継以降の日本テレビ系列の番組編成が見直されてからは、基本として同月上引く。 中旬の日曜日の午後に組み込まれているが、系列局などで試合を中継する、全国高等学校サッカー選手権大会の日程との兼ね合いで以下のように変動している。最初の5年間である、インドア競技大会時代を、ローソン、スポフェスになってから10年間を、エースコック、2001年度の2002年放送より、現在のダイワハウス工業が務めている。 2000年代の中盤から2010年度までの放送では当時ハロープロジェクトで活動していた女性歌手が代々アシスタントを務めていた以下の人物はいずれもスポフェス時代に NPB 球団のプロ野球選手として出場してから現役引退後に競技の解説を担当他2013年度のはキャプテン特典は ガチンコ日本シリーズまでのゲームにおける総得点。ゲームによっては、司会以外のお笑い芸人が、スポット、または、サプライズ扱いで登場する。読売テレビ開局60周年記念企画として、実施。いずれも、ゲームの合間や終了後に収録。2011年以前には、コントロールサバイバル、ノックコントロール、障害物リレー、ミワシャリレーなどのゲームや、 参加選手による子供野球教室などを実施。ゲームでは福岡ソフトバンクホークスの星として参加していた的場直樹などがチンプレーで場内を沸かせていた。また金本智明が阪神タイガースの選手として参加していた時期には金本が司会スタッフを巻き込みながら共演の聴衆小児からにドッキリを仕掛ける企画が定着。宮根が 初めて司会を務めた2010年度の放送では、ミヤネ屋のパロディ企画として、ネットライブ1日限りのミヤネ野球というトーク企画が放送された。なお、初版の事情で収録に参加しない選手も、VTR を通じて、バックステージ企画や特別企画へコメントを寄せることがある。2014年度からは、NPB の歴史を彩った名選手、 当該年度に現役を引退した著名な選手が過去に収録へ参加した際のダイジェスト VTR も随時放送している。2013年から2017年まで日本ハムに在籍していた大谷翔平は在籍期間中に一貫して大阪城ホールでの収録や競技に参加しなかった。そのため自主トレーニング中の大谷を宮根、ブラックマヨネーズ、 番組スタッフのいずれかが訪れた上で単独インタビューや特別企画を収録。収録した VTR を2013年度の放送から随時流してきた。2017年度には放送の前にロサンゼルス・エンジェルスへの移籍が決まったため過去の VTR の総集編を組み込んだプロ野球12球団インドア競技大会に関するカテゴリー プロ野球オールスタースポーツフェスティバルに関するカテゴリー。ありがとうございます。